僕ね、ガーシーさんに、ある意味でチャンスをもらったなと思ってます、はい、でこれ、なんでかっていうと、僕、最近発表しました、メインチャンネルで出したんですけど、麻生先生に、ですねなんと CM をですね任せていただいて、ですね AJ クリニックの CM に出ます、はい、これ、地上波でこれから夏ぐらいにかけて、バリバリ応援されます、だから僕、テレビで僕の CM がめちゃくちゃ放送されることになります。 でなんでこれ、ガーシーさんのある意味でおかげかっていうと、まあ、おかげっていうと、ごめんなさい、そのファンの方からすると、失礼になっちゃうかもしれないんですけど、そもそも最初ですね、麻生先生は、白田優さんを使おうとしてたらしいんですよ、僕、白田さんに別に恨みもへったくれも何にもないですし、会ったこともないんで、なんもないんで、あれなんですけど、ガーシーさんが現れて、白田さんに対して暴露したじゃないですか、それで、そういうね、火種になって、そういうような感じになるんだったらっていうことで、僕に白羽の矢が立ったらしいです。 だからすげえ運命ってめちゃくちゃ不思議なものでガーシーさんが出なかったらガーシーさんがこのように誕生しなかったらおそらくあの CM は城田優さんで進んでいったんじゃないかと思いますでもガーシーさんが暴露したことによって結果的にですよ僕、狙ったわけじゃないし誰もコントロールしたわけじゃないけども、まあ、僕に話をいただいたということで世の中分からんね、マジで。世の中分からんなと思いいましたはい なんで、まあ、本当に、ね、いろんなところでいろんなことが起きていて、いろんな運命が回って巡っているんだなと思います。はい、え、城田さんの次に綾野剛を考えてたけど、ガーシーにさらされて王子にしたって言ってました、そうなんですか、ごめん、なんか、城田さんとか綾野剛さんは僕、会ったこともないし、本当、恨みもへったくれもないですよだか、悪く言うつもりは全くないです、僕は何の感情もないんです、でも本当に、まあ、そういうご縁でいただいたって仕事ってことですね、まあ、どうなるか分からんですね。 ガーシー・オン・だヒカルの影、いや、それはもうなんか、何とも言えんわ、い何とも言えないんですけど、恨まれたくないんで、別に悪口は言わないんですけど、理由はね、どうであれ、そういうことでチャンスは僕はもらいましたんで、これからちょっとやっていきたいなと思います、は。い